全然関係ないですけど、岸田、あさって総理大臣になると予定の、岸田新総裁が、鬼滅の刃の、なんか映画は見てないけど、漫画を前回読みました、赤座が好きですっていうのを、なんかツイッターで書いたらしいんですけど、で、あれ好きな理由、筋トレ好きだからですよね。なんかそこなんかニュース記事でその赤座が好きだっていうのを書いたっていうのがニュース記事だったんですけど、そう、なぜ赤座が好きなかの、理由がどこにも書かれてなくて、それ筋トレマニアだろっていうツッコミをちゃんと入れるべきだと思ったんですけど、はい。まあいいや、すいません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。